岐阜県立関高等学校は岐阜県関市桜ヶ丘2丁目にある公立高等学校。岐阜県では平成30年度の県立高校入試から学区を廃止したため、現在では県内全域から進学が可能である。平成29年度までの学区は次のようであった。実際には赤市在住の生徒が多いが自転車や長良川鉄道を利用して美野市、 九条市から通学する生徒も多い。敷地面積は比較的広く形状は長方形である。敷地内の起伏もあまりない。住所は、石市桜川岡2丁目1番1号だが、桜川岡2丁目はすべて高校の敷地である。体育系部活動関高校には、敷地内プールがあるため、水泳部に入るために受験するものも多い。男女テニス部では、 テニスコートが4面しかないため入部人数を規制することがある。柔道部には IH 出場の経験があり OB 会が存在する。岐阜県内では珍しい新体操部が存在する。文化系部活動2009年度は可燃度制で東京大学に3名合格した。岐阜県立赤高等学校は2021年に創立100周年を迎える。それに伴い、 岐阜県麦高等女学校、岐阜県立赤高等学校100周年、実行委員会によって様々な取り組みが行われている。ありがとうございます。